バイド。今回は、はい、ヤトさんとね、博多ラーメン食べに行こうと思っています。ヤトさん、せっかくなんで本場の博多まで行きましょうか。なんで行くの？まあいつもの恒例のあれで行きましょうか。あ、え、また一新街道はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ頑張って。ちょっと待ってや。じゃあ行きましょうか。博多まで新街道。ヨヨさん、九州や言ってるけど、博多や言ってるけど、なんか見覚えのある景色ですよ、ここ。もうここで許して。行きましょう。なんか、一風の博多です。久しぶりですね。博多ラーメンが急にね、食べたくなっちゃいましてね。うん、まあ博多は博多やから、ね。うん、あの一方のさんは博多なんで。こんな感じですね。麺にほんならちょっと映させてもらいます。お待ち、ヨメさん。ヨヨさん、白と赤丸。極辛とありますけど、どれいくんですか？僕は白でいきましょう。白で。ヤクさんは、黒沢さん、ちょっとずつ。ヤクさん、骨麺の硬さがね、はい、選べるんですよ。で、僕はバリ方にしました。ヤクさんは、普通で。普通でね、普通でしましたね。はい。はい。で、替え玉もできます、ここね。はい、わかります。あとで替え玉しましょう。はい。体はもう針金でいってくださいね。はい、針金っていうのもあるんです。一番硬いです。うんうんうん、楽しみですね。はい、歯大丈夫ですか？歯、俺ボロボロなる。そんな硬ないか。いやいや、もう激辛ですよ、これ。針金級なんですよ、硬さ。ここら辺なんか結構置いてますね。あ、それとね、やるさ、やるさ。はい、ここ一風堂さんならではのね、これ何だと思います？え、これ何だと思います？お茶じゃないんですか？ただのお茶じゃないんですよ。お茶じゃないんですか？なんとルイボスティーなんです。え、ルイボスティー。ルイボスティーって何ですか？はい、ルイボスティーって知りません？知らないです。まあ、ルイボスティーについては詳しくは、まあ、概要欄の方を見てください。はい、高橋さん、ヤトさん、はい、僕はもうここのルイボスティーがもう大好きなんですよ。ルイボスティー、お茶のことルイボスティーって種類ですよ、種類。種類。ルイボスティーという種類があって、まあ、効果はね、どんな効果があるかっていうと、まあ、リラックス効果だとか、まあ、美肌健康ですね、新陳代謝、むくみ改善、便秘、対策とかね、そういった効果があるみたいですよ。そのお茶に？はい。まあ、すごいね。詳しくは、無料なんですか？え？無料なんですか？無料ですよ、これ。めっちゃお得や。一風堂さんならではのサービスですね。これはもう来た出た飲まないよ。じゃあルイボスティーでヤルさん、はい、体感しましょうか。体感？体感、体感。体感。ルイボスティーで体感。体感。本品。体感。インスタをフォローしたら、替え玉一玉か、卵1個無料クーポン。俺替え玉するわ。そっちに替え玉せんかった。ヤトさん、来ましたね。お待ちかねの、来ました、白は。白がやってきました。それじゃあ、ヤトさん、はい、さっきいただいていいですか？どうぞ。それじゃあ、うわ、これ博多、博多ラーメンならではのこの太麺ね。僕の細麺大好きなんですね。あ、ありがとうございます。赤もきましたね。すいません。赤はちょっと辛いんですかね。あ、そうです。赤はこれさっぱりしてそうですね。それでは、いただいた、はい、いただきますね。マスク、マスク。うん。うまいですか。ヤトさん、マユ。マユ。ヤトさん、ここにね、一風堂さんならではのね、この辛もやし、高菜、ニンニク、紅生姜、これね、店員さんに注文したらね、サービスで
出してくれるんですよ。で、先に言ってたんで、言うといたんで、これ、はい、これが来ました。高菜と。これが高菜ですね。高菜ちょっと入れます。高菜。高菜といえば九州ですもんね。九州。これが辛もやしですかね。辛もやし。うまそうですね。はい、じゃあ、少しこれも、はい、味変できます、ね。いただきたいと思います。辛もやしか。美味しいですか。やばいですね。大丈夫そう、OK。 辛子めっちゃやばい。辛子魚。これ味変して美味しいです。これね、ラーメンにはもちろん合うんですけども、これ白ご飯にも合うと思いますよ。はい。これこの辛魚とかね、魚、これがあればご飯無限に食えます。うまそうです。では私の方もいただきますね。はい、野党さん、赤の方はどうですか。まずコクが、白よりコクがあるという、うん、聞いてます。いただきます。白よりちょっとコクがあるみたいですよね。うまい。ちょっとこの、うん、このコクのある赤柄を、うん、いただきます。この高菜もトッピングしてくださいね。高菜、はい、この辛もやしとね。はい、チャーシューとね。はい。チャーシューも美味しい。はい、これ。お一人様お願いします。あ、大丈夫、お一人様です。うん。うま。スープが美味しいですわ、うんうん、うまい。どうですか、チャーシュー。え、チャーシュー美味しいですか。チャーシューうまいんですよ。激うま、激うま、はい、いや、わざわざ博多まで来た甲斐がありましたね、これね。うまいね。はいよ。やっぱり本場の博多ラーメン違いますね。本場の博多ラーメンが大阪で食えるのは最高ですね。はい、はい、どうぞ。はい、最高。ごちそうさまでした。美味しかったですか。完食しました。美味しかったです。一風堂さん、本場の博多ラーメン風のね、博多ラーメンですかね、これね。また来たいと思います。また行きましょう。はい、ここのルイボスティー、ルイボスティー、これ美味しすぎて無限に飲めます。美味しいですかね。これも103杯目です。103杯。そんなことないやろ。おかわり。じゃあ、やつさん、お腹いっぱいになりましたね。ほんまやね、めちゃくちゃ腹出てきたね。ルイボスティー、ルイボスティー美味しかったですか。うん、90杯ぐらい飲みましたから。103杯ってなんじゃないですか。ああ、ね、もうお腹いっぱいになったことだし、じゃあ皆さん次行きましょうか。次行きましょうか。次、じゃあとりあえず皆さん大好きな、はい、西成行きましょうか。行きましょう。じゃあ西成まで瞬間移動で。